皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画はテレビについて、ハイセンスから2022年モデルの液晶テレビが発表されました。今回はおそらくハイエンドモデルの発表ですので、2つの製品のみですが、そちらをまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の発表はハイセンスからの公式の発表です。ご覧のようにプレスリリースが公開されています。それではまず、ハイセンスの国内ラインナップ、ここ数年で発表されたモデル、そして今回発表されたモデルもご紹介したいと思います。こちらが2019年から昨年までに発表されたハイセンス 4K 解像度以上の製品のラインナップです。そして今回発表されました一つ目の製品が U7H。 ハイセンスの場合は数字が大きいほどハイスペックなモデル、7というのはちょうどミドルレンジの製品にあたります。そして末尾の EFGH、 これが毎年一つずつ変わっていく、そういう構成になってます。で、本来は昨年モデルが U7G のはずだったんですが、海外では U7G というモデルが発表されていました。そして海外ではその G の世代で HDMI2.1 に対応していたんですが、日本モデル残念ながら G のモデルが発表されず FG ということで、まあ2020年モデルと21年モデルの間ぐらいのイメージなんでしょうか。この FG で終わるモデル HDMI2.1 には残念ながら対応していませんでした。そして今回2022年モデルとして末尾が H で終わるモデル発表されまして、こちらがやっと HDMI2.1 に対応するモデルとなっています。そして2つ目のモデルが U9H。 これは海外でも発表されていました。バックライトがミニ LED のハイエンドのモデルです。こちらも当然ですが HDMI2.1 に対応しています。そしてこの色が残っている部分がまだ生産が続いているモデルです。今回2022年の新しいモデルが発表されましたが、以前のモデルもまだ生産が続いているものがあります。購入する際にはご注意ください。続いてインチ展開です。こちらが昨年発表されたモデルのインチ展開です。ご覧のようにハイセンスは非常に多くのラインナップを揃えています。そして今年発表されたモデル、まず U7H。 このように非常にたくさんのインチ展開揃えています。下は43、上は85まであります。この幅広さは他のメーカーでもあまり見かけませんので、ハイセンスの2022年モデルのメインの製品になるのかなと思います。そして U9H、バックライトがミニ LED ということもありまして、ハイエンド品、大きめのインチサイズのみの発表となっています。続いて機能の比較です。こんな感じで昨年の U7、U8、そして今年の U7、U9、こちらを比較してみたいと思います。海外では2022年モデルも U7 と U9 の間に U8 というモデルが発表されていまして、今回日本では発表されなかったんですが、今後追加される可能性がまだ残っているとは思いますので、その辺も含めて機能の比較をしていきたいと思います。まず昨年モデルの U7 と U8、どこが違うのかというと、一番大きいのはパネルが倍速かどうかと、ローカルディミングがあるかないか、この2つが一番大きな違いとなってます。まあ、あとは映像処理プロセッサーがプラスがついているかどうか、映像処理プロセッサーがプラスついている方が AI の機能がたくさんついていることがわかると思います。そして今年の U7、 ご覧のように映像処理プロセッサーがプロバージョンに変わりまして、それに伴って U7 なんですが、 AI 関連の機能、昨年の U8 を超えるようなスペックになってます。そしてパネルも 120Hz と倍速になってしまいましたので、昨年の U7 から見れば大幅な機能アップとなります。そして昨年の U8 をほとんどの部分で超えてしまってるような感じもします。まあ違いがあるとすればローカルディミングのありかなしかなので、まあ映画とか見る場合には U7 はちょっとスペックが足りないかもしれませんが、ゲーム等で使う場合には U7 でも十分かもしれないなと思いました。そして U9、 ご覧のようにバックライトはミニ LED、 そして量子ドットにも対応します。当然ローカルディミングも昨年のモデルよりもゾーン数が増えたモデルを搭載します。続きの部分ですね。こちらも昨年 U7、U8、 違いはおそらくこれプロセッサーによるもの
かなって思います。そして今年の U7、 ご覧のように昨年の U8 が持っていた機能はほぼサポートするような感じになってます。さらに今回の特徴としてはドルビービジョン対応してきました。ハイセンスのドルビービジョンといえば UPL の製品が対応していたんですが、液晶テレビとしてはおそらく久々の対応かなって思います。そして U9、 こちらほとんど U7 と差がありません。続いてサウンド周りです。昨年の U7 と U8、 違いはスピーカーの構成ですね。出力のワット数も倍ぐらいあります。そして今年の U7、 こちらも昨年の U8 と同じようなスペックになってます。そして今回ドルビーアトモスに対応しました。続いて U9 ですが、こちらサウンド周りかなり強化されています。イネーブルドスピーカーも搭載しましてドルビーアトモスに対応していますので、本体だけである程度リッチなサウンドが体験できると思います。続いてゲーム関連、こちらがかなり変わりました。 HDMI 2.1 に対応しましたので、昨年のモデルは U7 と U8、 違いはゲームモードにプラスがつくかつかないか、まあこれ倍速パネル使っているのも大きいかなと思います。 U8 の方は遅延が 0.83ms とゲームモードとしては非常に優秀な機能が搭載されていました。ただし HDMI 2.0 でしたので 4K120fps には対応できていませんでした。そして今年の U7、 ご覧のように 2.1 にほぼフルスペックで対応してきています。対応ポートが2つのみというのは若干厳しいかなとも思うんですけれども、 EARC、ALLM、VRR、フリーシンク、この辺は全部対応してきています。そして遅延も 0.83ms 引き継いでいますので、ゲーム用としてはかなり優秀かなと思います。こちらは U9 も同じスペックです。そして価格なんですが、ハイセンスもともと非常に購入しやすい価格というのが売りになっていたんですが、今回 HDMI 2.1 に対応して機能がかなり向上しています。それもあって価格が若干上昇するのは仕方がないかなと思うんですが、どのぐらい上がったのか、いつもの表です。こちらが昨年モデルの予想実売価格ですね。 U7 と U8 だけをピックアップしています。そしてハイセンスの製品は元々の値段がかなり安いということもありまして、ほとんど値崩れ起こしません。5万円も下がることはほとんどないような、まあもちろんインチサイズが大きいのは別ですけれども、50インチ前後の製品は下がっても数万円ですので、今回それは省いています。でまず U7FG、昨年モデルと比較して今年の U7H どのぐらい上がったのか、それがこちらです。おおむね5万円ぐらい上がってると見ればいいのかなと思います。まあ値下がり分も含めると7、8万円現行モデルよりも高いと思えばいいのかなという感じですね。で機能的に U8 と同じぐらいになっているということもありますので、昨年の U8 と比較してどうなのかがこれです。ほぼ同じ価格ですよね。ですのでハイセンス的には今年の U7H というのは昨年の U8 と同じ位置づけの製品なのかなと思いました。そして U9 ですが、これと比較するとこうなるので、ハイセンスとしては高めの製品かなと思います。おおむね昨年の U8 と比較して10万円ぐらい高いと見ればいいのかなと思います。そして発売日ですね。ご覧のように、だいたい6月下旬、そして一部のインチサイズのみ7月下旬となってます。もう6月入りましたので、あと3週間ぐらいで発売されるような感じかなと思います。で、欧米モデルも発表されているんですけれども、まあ、あまり細かいスペックは出ていないんですが、主要なスペックだけ見ても違いがあることがわかります。それがこちらなんですが、アメリカの場合は U6 から9までありまして、8と9がミニ LED なんですよね。で、6から9まで全部量子ドット採用しています。ただ日本の場合は7と9のみで、7はミニ LED も量子ドットもなくて、9に両方入ってると。まあ、ギュッて圧縮したような感じになっていますよね。あとは OS の違いです。US 版は Google TV 採用しています。この辺もまあコストの違いなのかなという気もしました。それからミニ LED 今回追加されました。で、この価格がまあハイセンスとしては高めの製品なんですけれども、業界全体で見ればハイセンス安い製品多いですので、今回ハイセンスがミニ LED 追加したことで、ミニ LED の価格競争激しくなるかなと思います。こちらの表は65インチの価格なんですけれども、65インチでだいたい30万円前後の製品が多いんですよね。レグザはタイムシフトマシン入ってますので高めなのは仕方がないとしても、それ以外の製品はだいたい30万円前後
です。で、今回発表されたハイセンスの U9H、それから TCL、先日ご紹介しました C835、どちらももうすぐ発売で、今予想実売価格が25万円と発表されていますので、この後少しずつですけれども、値下がりしていくとは思います。ですので、可能性としては来年の今頃にはミニ LED の液晶テレビも20万円を割ってくる可能性もあるかなということに期待したいなと思います。最後にまとめとコメントです。まず今回ハイセンスポート2つのみなんですが HDMI 2.1 に対応してきました。しかも EARC、ALLM、VRR、フリーシンクと結構ちゃんと対応してきています。ただ帯域については48ギガかどうかは発表されていません。そしてまず U7 ですが昨年モデルと比較すると大幅なスペックアップとなりました。昨年のハイエンドである U8 を超える部分も多くなっています。それに伴ってまあ仕方ないんですけれども価格は昨年の U7 よりも大幅に上がっています。だいたい各モデル5万円ぐらい上がっていると見ればいいかなと思います。その新しい U7 の価格というのは昨年の U8 とほぼ同価格となっています。そして U9 ですが新しくミニ LED モデル追加されたんですが当然ミニ LED ですので価格は高くてまあそれでもハイセンスですので業界の中では最安の部類なんですけれどもハイセンス内で見れば昨年の U8 と比較すると10万円ぐらい高くなってしまっています。で、そのミニ LED 海外では U9 の他に U8 というモデルも発表されていましてそちらもミニ LED 対応していて当然数字が小さいですから廉価版になるんですよね。日本ではそのモデルまだ発表されていませんのでミニ LED のエントリーモデルとして追加されたらいいなと思います。というわけで今回はハイセンスから2022年モデルの日本市場向け液晶テレビ発表されましたので簡単にまとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。